あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほいってことで、今日はクリスマスイブなのでサンタの格好で、皆さんメリークリスマス。なんか届いたんやけど、はっ、手紙が持てなかった。とりあえず読む。あ、父だ父だって。あゆなへ、懐かしなサンタの格好でプレゼント、お前の笑顔見たかったんだ、メリークリスマス父より。父から初めて。ほいって、千歳さん。トナカイのジングルさんにはもう会えましたか？サンタさんのこと探してるみたいでしたよ。サンタさんのこと探してるみたいでしたよ。私のことを本当にサンタだと思っているのかに。あ、これ。ジングル、メリークリスマス。僕は黒鼻のトナカイ、ジングルだよ。黒鼻、超普通なんだけど。クリスマスってさ、一年中で一番ワクワクするよね。真っ白な雪に大きなモミの木。あったかい暖炉に鈴の音、ほんとロマンチックだよな。そんな清子の夜に、僕は大事な役割を仰せつかってこの村にやってきたんだ。めっちゃ目キラキラしてるよね。なんと良い子のみんなにプレゼントをお届けするようサンタさんから頼まれてるのさ。サンタさんは届けないんだね。でもさ、そうは言ってもやっぱり本当はみんなサンタさん本人からプレゼントされた方が嬉しいよね。まあうん、トナカイよりはね。よく見ると君、サンタさんそっくりじゃないか。君みたいな人からプレゼントをもらえたら、みんなすごく幸せだろうな。マジでサンタの格好してるから。そうだ、サンタさんの代わりの僕の代わりに、君がプレゼントを配っちゃいなよ。すごい複雑な感じの。任せて。本当にいいのかい？じゃあよろしく頼むよ。お、袋が。そのサンタの袋は、村のみんなへのプレゼントが詰まった魔法の袋なのさ。でも夜が明けると魔法が溶けてただの袋になっちゃうから、くれぐれも気をつけてね。あ、向かってきよる千歳さんが。中にはちゃんとみんなのリクエストの品を入れてあるから、みんなの希望が叶うように誰に何をプレゼントするかよく考えておくれよ。あ、もしかしてさ、普段さ、みんながいいよった今年のクリスマスには何々が欲しいなみたいな、あれ。僕は夜明けまで待ってるから、それまでに全部配り終えて袋を返してほしいんだ。それじゃあよろしく頼んだよ。何がおかしいんだよ、超笑ってるけど。あれで、今さっきまでその辺にいた千歳さんは一体どこへ。あれ、あ、カルロスいるじゃん。ずっと待ってたよ、あなたがサンタさんだね。メリークリスマス。プレゼントだよ。カルロス、何が欲しいの。ヒョウ柄の服、電気スタンド、紫のスミレ、青い壁、白いソファー、空の服、三種湯の盆栽、何それ、ドラム式洗濯機。うん、紫のスミレ。なんとなく。はい、めっちゃ見張られてる。待っていたよこの時を。いいだろう、今開けても。正解だったんかと思った。え、紫のスミレ。いや、うん、嬉しいよ。絶対違ったやろ。まだ他にもあなたが来るのを心待ちにしてる人がいるんじゃないか、サンタさん。もしいるなら、彼らのとこにも早く行ってあげてほしい。みんなこのコスプレをしただけでサンタさんだと思うんだね。他のみんなは、てか千歳さんほんとすごい速さでどっか行ったんだけど。ん？今そこに誰か。ここだ。サンタさん来てくださったんですね。プレゼントだよ。千歳さん多分ね、ランプって言ったはずなんよね。ランプって言ったけん、これなんかな。なんかただの電気スタンドになったけど。まあ、そっか、ランプやけん電気スタンドこれやね。へい。電気スタンド。何が入ってるのかしら？もう開けちゃいます。あ、電気スタンド。これ欲しいって思ってたんです。あ、よかった。あっとった。サンタさんもクリスマスを楽しんでくださいね。サンタさんにとってクリスマスは楽しいんだろうか。なんかただ労働させられるだけのような。アザラクさん。あ、やっと来た。メリークリスマス。プレゼントだよ。アザラクさん。アザラクさん服が欲しいって言ったよね。え、服二つあるんやけど。ヒョウ柄と空。え、色まで知らないよ。
こっちでいいかな。空の服。他にも服を欲しい人がいたの？嬉しい、開けていいかしら。え、空の服。これ欲しかったのよ。あ、よかった。合ってたの今の。ガーンってなったよ、一瞬。サンタクロースって素敵なお仕事よね。人に夢を与えることなんて想像できないもの。頑張ってね、サンタさん。あ、早速着替えた。目の前で着替えた。めっちゃ嬉しかったんやね。よかった、一瞬間違えたかと思ったわ。んで、後の村民たちは一体どこへ？あ、ウェンディいた。わー、サンタさん、メリークリスマス。プレゼントだよ。ウェンディは何が欲しいんだろう。ドラム式洗濯機、三種の盆栽、白いソファ、青い壁、ヒョウ柄の服、青い壁、白いソファ、盆栽。どれもウェンディな感じがしない。白いソファ。へい。てかそんなものにソファ収まらないからね。キャッホー、早速開けちゃおう。わあ、白いソファーだ。うちのお願い聞いてくれたんだね。嬉しい。お、あっとった。奇跡的に。ありがとう、サンタさん。みんなに自慢するよ、タポテ。今のところカルロスだけかわいそうなことになってるわけだね。あ、てっちゃんは？家にいる？電気ついてるもんね。いたいた。なんか結構、家の中すっきりしてない気のせいかな。え？サンタさん？本物だ。メリークリスマスっす。プレゼントだよ。なんかね、てっちゃん黄色いものが欲しいって言ってたんだけど、黄色いものって、これしかないよね。ヒョウ柄の服。ヒョウ柄の服は黄色に入るのか。へい。よっしゃ、今開けちゃっていいっすか？いいっすよね。ヒョウ柄の服。マジ感激っす。これ欲しかったんす。マジかい。まあ、でも今のその、ひよこの服よりはいいかな。サンタさん、ありがとう。おいら感激したっす。将来の目標にさせてください。サンタを。めっちゃ嬉しそうだね。なんか何気にみんなサンタって言ってもさ、普通に話しかけてくるけど、てっちゃんはすごい感動している。ダルマはどれが欲しいんだ？ドラム式洗濯機。あ、いない、あ、そこにいる。ほい。よ、サンタさん、メリークリスマス。プレゼントだよ。ニッコニコじゃないか。青い壁、三周のぼ、でもダルマンが盆栽を欲しているとは思えないんだが。洗濯機、青い壁。はい。やった、今開けちまっていいですよね。あ、青い壁。いや、なんでもねえんだ。どうもどうも。違ったな。サンタさん、あとは適当に手抜きしていいからな。ひどい。他。あと二人。あと二人は一体。あ、てか、みぞれちゃん。みぞれちゃーん。あ、家にいるね。よし。みぞれちゃんとチャスだ。ほい。こっちが青い壁だったかな。あ、サンタさん。あたいみたいないい子。もちろん忘れてないよね。プレゼントだよ。なんなんだろう。今、ひよこブームなんかな。三種のドラム式洗濯機。この部屋には合わない気がするけど。ほい。わーい、今開けちゃって OK ですよね。ん？ドラム式洗濯機。これ欲しかったんだっけ？疑問系。ま、いっか。サンタさんありがとうございました。超嬉しかったです。これからもお仕事頑張ってください。ま、会えたことが嬉しいって感じか。てか、みぞれちゃんちのさ、あの、リンゴの時計？あのリンゴの時計ってさ、ちょこちょこ位置が変わりよる気がするんやけど、みぞれちゃん動かしよんかな。ね、なんか行くたびに変わっているような気が。チャスの家ってこれだったっけ？これ千歳さんか。あ、手紙が取れていないまま。こっちか、下の方か。これだね。あ、家にいるいる。よいしょ。いた。もう一個しか残ってないんだけど。え、サンタさん？
本物だ。メリークリスマスっす。ここもてっちゃんと同じ感じだ。プレゼントだよ。サボテン飾ってるからきっとこれも。三種湯って何？ほい。やった、プレゼントだ。早速開けさせてもらうっす。あれ？三種湯の盆栽なんて頼んでないけど、頼んでないけどって言われた。あ、なんでもないっす。サンタさん、ありがとう。おいら感激したっす。将来の目標にさせてください。この村には二人サンタさんに憧れる子たちが。とりあえず全部配ったよね。一応。ちょっと待って。もう一回ちょっと。カルロス。あなたのようなプロからプレゼントをもらえて光栄だよ、サンタさん。プロ。荷物配り。プレゼント配りのってことかな。ね、ジングル。いや、調子はどうだい？終わったよ。どれどれ。うんうん、ちゃんと全員に配ってくれたようだね。大変だったと思うけど。お疲れ様。よし、じゃあ今度はいよいよ君にプレゼントの番だね。お、マジか。頑張ってくれた君にはサンタさんからとっておきのプレゼント、クリスマスリースをあげるよ。リース、君のおかげで今夜はこの村のみんなにとって特別なイブになっただろうね。みんなの喜ぶ顔が見られて僕はとっても幸せだよ。さてと、僕はまだ仕事があるからそろそろ失敬するよ。じゃじゃってそこにおるんやね。旅立っていくのかと思った。もうどんどん体が溶けていってるんだけど。ほら、見事アイナ村のマスコットキャラクターとして定着しただすね。定着したかな。もっともっと目立ってアイナ村を盛り上げるずらよ。なんでそんな喋り方なんだ。アサラクさんは喜んで服を着ているね。あなたにもらったクリスマスプレゼント大切にするわね、サンタさん。ってことはしばらくはもうずっとあの服を着ているのかな。てか思ったけどさ、村の動物たちって長袖着んよね。半袖ばっかりで寒くないかな。お、雪玉。サンタさんが転がすのもどうかと思うが。よいしょ。てか前から思いよったけどさ、この顔と髪型さ、帽子をかぶったら元に戻るよね。なぜなんだ。その辺がめっちゃ不思議でならないんだけど。この格好でいたらずっとみんなあれかな、勘違いしたまんまなんかな。あ、さっきはプレゼントありがとやした。どうか気をつけて。ありがとやしたっていうのも流行ってるの。なんか常吉さんもそんな言い方だったよ。アミーボフェスティバルでだけど。あ、こっちでもなんかな。千歳さん。そう、この音楽は一体どこから流れてきてるんだ。どっかに近づいたらなんか音がでかくなって、お、この音は。ちょっと待ってね。あ、やっぱり。ちょっと待って、よいしょ、中に。パチンコ。あ、でこれもしかして切り替わったらまたなくなっているパターンのやつでは。あれはあの中に入ってる間に時間が経過してどこかへ消えているということなのか。早くない？動くの。普段からそんな速さで動いてる？なんか普通にずっと追いかけてるときそこまで速くない気がするんだけど。よいしょ。見当たらない。村のどこにも。まあ時間が経ったらまた現れるかな。ね、うん、どこの上空にもないよ。その時に持っておかなきゃダメなのか。ここなんかちょっと寂しい感じになったね。ここに座って何をするんだ。物思いにふけるしかない。あ、そうだ、多分あっこ。なんかあるよね。あ、ほらほらほら。
メリークリスマス、きよしこの夜、今宵は誰と過ごしますか？村の皆さんが素晴らしいクリスマスを過ごせますように。OK。クリスマス当日にも何かあるんやろうか。めっちゃ見よる。プレゼントありがとね。それにしてもあなた、本当に赤色が好きなのね。そういうことなんやろうか。まあ、確かにサンタさんって上から下まで赤いけどね。今回この格好のまんまだったら他のことはできないのかな。あ、何か変わったことは、まあ、変わったことはジングルがいることかな。へい。どうもであります。そろそろ日が暮れますからお気をつけくださいであります。ところで本館に何かご用でありますか？変わったことは。特に変わったことはなく、今日も平和な愛の村であります。変わったことないんだって。いつもここのね、開きかけというか閉じかけというか、あのロッカーが気になるんだけど。開きかけの方かな。しずえさん。ここに来たらいつもなんか夏っぽい感じなんだよね。愛の村長お疲れ様です。しずえさんは全然、サンタとは思わない。何か相談されたいことは？ほい。はい、暮らしのアドバイスですね。あ、そうそう。虫取りの調子はいかがですか？網は手に入りました？はい、もちろん。図鑑ね。でも私見たことないんやけど。アイラさんの虫図鑑は、まあ、虫取りのコツはもうバッチリ掴まれたようですね。目が点だ。この村では季節や時間、場所ごとに様々な虫が見られますので、いろんな虫を見つけてください。それから同じように釣り竿を使っての釣りも楽しんでくださいね。さて、私からアイナさんできる暮らしのアドバイスはこれで全部になります。あ、これで終わったんや。最後に私からささやかなプレゼントをさせていただきます。お、今更のやつね。それはお花に水やりをするためのじょうろです。地面に咲いているお花に水をあげると枯れたとしても次の日には元気になりますし、すごいよね。元気なお花に水をあげて大事に育てると、新しくお花を咲かせることがあるんです。時には珍しい色のお花を咲かせることもあるんですよ。あゆなさんがガーデニングに興味を持ちかはわかりませんが、もしよろしければ、そのじょうろをお使いくださいね。あとは、まだまだこの村にはあなたの知らないいろんなことや出会いが待っていると思います。これまでのアドバイスを参考に、趣味やライフスタイルを見つけて、のんびり生活を楽しんでくださいね。そして今後は、あゆなさん自身で新しい発見をして、いろんな体験をしていってください。村の暮らしを楽しんでいただくためのサポートは今後もできる限りさせていただきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたしますね。まあ、基本的になんか、作業系のことをしているのは全部しずえさんだよね。ジングルは帰ったかい？お、まだいるじゃん。イブの夜を楽しんでね。ハッピークリスマス。ハッピークリスマス。みぞれ、あ、そっかそっか、袋はもう返したんだっけ。あ、動いてる。早速置いてるよ、使ってるよ。サンタさんって近くで見ると思っていたより若いんですね。その若さの秘訣、超教えてほしいです。それはわからない。これ一応なんか、違ったとしても使ってはくれるんだ。というかなんか買ってる。このツートンテーブルって私が前渡したやつかな。あ、え、そしてこの蝶々ってもしかして前に欲しいって言ってた蝶々？ちゃんと買うんだ。ね。あれってことはカルロスの家もかな。私カルロスには渡してなかったんかな。前にカブトムシが欲しいというようなことは言っていたような気がしたんだけど。目がキラキラ。あれはなんだろう、雪の結晶とかイメージしたんかな。違うかな。んーで、じゃあちょっとてっちゃんのとこ行ってみよう。何渡したっけ私。あ、ヒョウ柄の服か。あれ、てっちゃん目の前に着替えなかったよね。着た？飾ってる。
マジそっちですか。飾る方なんだ。サンタさんにもらったプレゼント、おいら一生大事にするっす。大事にするから着ないってことかな。で、あのキノコのウォールランプは私があげたやつ。住民の家もこういう感じでちゃんと変わっていくのがすごいよね。ね。プレゼントありがとう。大事に使うよ、タポテ。うん、大事に使ってあげて。間違えたみたいだけど。ん？今のは。ん？今なんかどっかで。どこかしらで。下に降りていけばいいかな。浜辺の方から？よいしょ。違う音かな。いや、全然ないね。てか、こんな下の方に降りてきたら余計ダメなのか。あ、もしかして電車が来る音？でもこの辺、あんなところに。ってことは、この橋の上から狙うべきってことだね。さあ、来るんだ。もうちょっと、あ、意外と、うん、意外と早いかもしんないね。あ、待って。これは通り過ぎてく。あれだな。あ、そうだよ。まず出してないじゃん。これこれ。何をやってんだい。ここでやっても落ちるから、こっちに渡ってきてくれるのを待つしかないのか。それか、こっち来るんかな？向こう側かな？行くの。ん？どの辺行った？ここ？間違えたし。このね、肝心なところで、アイテムを持ち間違えるっていうね。これ完璧に川沿いに行ってるから、あっちか、あっちに渡ってくるのを待つのが一番いいということかな。お。一応まだ村からは抜けてなかったんだな。ってことで、こっちで、プレゼントが落ちてくるのを待つサンタさんということ。どの辺？この辺？この辺で待ってたら来る。こっちかな。ちょっと手前の方から見て、あ、こっちだね。この辺か。あ、来る来る来る。はい、入ったー。あれ？近すぎた？へい。ほい。あ、来た。おいし、これで。これで。はい、プレゼント開ける。バルーンベッド。オッケー。拾えた、拾えた。あ、そうだ、さっきもらった。いて。どこ行った？ここ、ここ。よいしょ。さっきもらったクリスマスリース。こっちの部屋に置いといた方がいいんかな。暗いよ。こっちの、これか。壁に飾る。おー。いいねー。いい感じだねー。あとあの、雪だるまの時計。あれ、あそこにいる溶けかけの雪だるまからもらったやつだね。よいしょ。え、この雪だるまは、何日経ったら完璧に溶けてなくなるとかそういうのがあるんやろうか。ほら、見事アイナマラのマスカットキャラクターとして定着しただすね。もっともっと目立ってアイナマラを盛り上げるずらよ。って言ってるけど、そろそろ消えてしまいそうだけど。あ、てか今のあれをさ、くっつけてあげることはできないのか。どこ行った？お、消えたかな。うん、消えたっぽいね。私がさっきまで持ってたやつ。あ、ここにあるじゃん。これを、よいしょー。こう転がしていっ
て。お、扱いが上手くなってきたんじゃないか。はい。どうぞ。これ新しい体にしたらいいんじゃない？アンパンマンの逆。はい。新しい体よ。無理か。くっつかないか。どっかに新しい顔があってくれればいいんだけど。てか顔は何も解けないんだね。体だけ。地熱でってことかな。この辺とか、多分木の間とかにあるんじゃないかなと思う。あるとしたらね。必ず2個あるわけじゃないかもしれないけど。ないもんね。見えないもんね。とりあえず花とかも綺麗に揃えてみたけど、増えるんだろうか、ちゃんと。あ、でもさっきなんかどこかしら増えとった気がするな。こっちの方か。うん、この辺。これ1個増えてるもん。はい、ってことで今回この辺で。この音ちょっとうるさいけど、よいしょ。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。サンタさんの代わりにトナカイだけが来るっていうのはどうなんだろうか。